皆さんこんこにちは私はお茶の水女子大学文教育学部比較歴史学コースで東アジア史を担当しております戸川隆之と申します。 本学の比較歴史学コースは8名の教員から構成されておりますこのうち4名が日本史他の4名が西洋史とアジア史を担当しており国内外を問わず歴史学が総合的に学べるコースとなっておりますそれでは Web オープンキャンパス比較歴史学コース模擬授業を始めたいと思います 今年度の比較歴史学コース模擬授業は「遣唐使と音楽」と題しましてとと音楽の関係についいいてお話ししたいと思います本日の模擬授業ではまず中国の唐と音楽の関係について簡単に紹介しその後と遣唐使と音楽の関係についてお話しいたします。 まず高校の世界史でも習う唐について見ておきましょう唐は遣唐使で有名な中国の王朝です618年から907年まで続きました都は長安現在の西安というところですその唐ですが618年に成立した後7世紀に中央アジアなどに領土を拡大していきます ただたけきものもついには滅びぬ乗車必衰で強い党も決して長続きはせず755年に起こった安志の乱という国内の反乱で衰退してしまいました党の都長安には中央アジア経由で音楽が入ってきておりましてその演奏者の中には宮廷おかかえの学人学人とは楽器を演奏したり ダンスを上演したりする人のことですその宮廷おかかえの学人もいましたこうした長安における音楽の響きが一変するのが安史の乱以後になります先ほども申し上げましたように安史の乱以後唐は衰退していきます唐にとって特にショックが大きかったのはこの氾乱で都の長安が陥落したことでした これはもちろん政権にとって痛手ですが、音楽にとっても大変な痛手でした。安氏の乱によって長安にいた宮廷お抱えの学人がたくさん離散してしまったのです。その後、安氏の乱は鎮圧されるのですが、唐は反乱鎮圧に多額の軍事費を使ってしまいましたので、緊縮財政に舵を切ります。 そのため加ロージテ長安に残った学人も多数が解雇今風に言うとリストラされてしまいました。では安史の乱で離散したり緊縮財政で解雇リストラされたりした学人はどこに行ったのでしょうか。彼らの中には長安を離れ東南の方向にある揚州という都市ですねに移った人たちがいました。 この陽州は河川や運河の結節点でしたえ昔の河川や運河は今だと鉄道と同じでその結節点はいろんな線路が交わる池袋や新宿のようなところだとお考えください陽州はもともと河川や運河の結節点で物資が集まるところでしたが安心の乱の後は都の長安に変わり で最も経済発展をした都市になったのですでは長安を離れた学人がどこに行ったのかということですがその大半は洋州に行きましたなぜ楊州に行ったのかということですが例えば皆さんがミュージシャンだったとしてこれまで磨いてきた音楽の技術で食べていこうと思ったらまずどういう場所が思い当たるでしょうか 芸術にもお金を払ってくれるほど経済的に豊かな都市ではないでしょうか。となると当時の中国では州が一番になります従いまして安子の乱のあとそれまで宮廷などで音楽を披露していた学人たちが長安を離れて音楽で食べていけそうな揚州に移ったのです。 それでは次に遣唐使と音楽の関係について見ていきましょうここでは遣唐使が日本に持ち帰った音楽が現在も日本の宮内庁や明治神宮などで上演されていることをお話しいたします先ほども申し上げました陽州という経済都市は 暗死の乱が起こった8世紀に日本から派遣された検討使がよく使ったルートに位置していました8世紀の検討使の人数は1回の派遣につきだいたい500人前後と言われていますが彼らはこの要州にたどり着いたということです検討使というと何か全員が当の都の長安まで行ったのではないか と思う向きもありあるかもしれませんがそうではありません8世紀以降の検討士は揚州に着いた後長安に行く人もいたのですがみんながみんな長安に行けるわけではなくその中には揚州にとどまった後そのまま日本に帰国する人たちもいました特に安氏の乱の後の当の長安では検討士を接待する費用を節約するため 彼らの大半を揚州にとどめ置くことになったのです暗視の乱の後緊縮財政に舵を切った党としてはあまり大勢で長安に来られても接待するのにたくさんお金がかかったので困ったのですその結果大半の検討士が長安まで行かず揚州にとどめ置かれることになりました検討士というと 何か難しそうなことを勉強して難しそうな書物や本を持ち帰ったと思われる向きもあるかもしれませんがそれだけではなく音楽に関わるものもの持ち帰りました具体的に申し上げますと例えば日本の朝廷で行う儀礼などに使えそうな音楽を見つけたら上演の様子を絵にスケッチしたり現地でレッスンを受けたりして持ち帰ったのです。 先ほど「安氏の乱」のあと「学人」の中には長安を離れて州に行く人たたたちもいたと申しし上げましたその結果この時期の遣唐使は「楊州にいながら」にしてそうした学人の様子を実際に見たりレッスンを受けたりする機会に恵まれるようになったのです。そうしたたのの伝えたダンスの中には 現在も日本各地で上演されているものもありますが、東京だと皇居の敷地内にある宮内庁学部や渋谷区の明治神宮というところで実際に見ることができます。このうち宮内庁学部は毎年春と秋に公開演奏会を行っています。一方明治神宮の方はということですけれども、渋谷区にあります。 この明治神宮では毎年春と秋に大きな規模のお祭り、すなわち大祭が行われます。その大祭の時、剣道師の伝えたダンスが上演されることがあります。これは私が2016年にガワクの宮内庁で演奏される公開演奏会に参加した時の写真です。 今スライドに映っておりますゲートを通って奥に緑色の舞台があるのですがそこで検討士の伝えたダンスが上演されますこちらがその緑色の舞台になります楽器も演奏されるのですがそれはこのオレンジと黒の幕の下のところで演奏がされますただ残念ながら上演中は写真撮影が禁止されておりますので 現在は舞台のみの写真をご覧いただいております明治神宮の大祭についても見ておきましょうこれは私が2018年に明治神宮の大祭を見に行った時の写真です宮内庁学部のように屋内ではなく屋外で行われております検討士の伝えたダンスはやはり緑色の舞台の上で上演されます また手前の方にオレンジと黒の縞模様の幕もありますこのオレンジと黒の縞模様の幕に近づいていきますとダンスに合わせて太鼓や笛などの楽器が演奏されます左端に少し緑色で見えますけれども この、えー、太鼓はカッコという楽器ですが唐から伝えられた楽器と言われておりますこのように検討士の伝えた音楽は現代の日本にも息づいているということになりますはい、皆さんお疲れ様でした2020年度オープンキャンパス比較歴史学コースの模擬授業は以上となりますありがとうございました